お疲れ様です世の中には無料のものと有料のものがあってはっきり言ってね同じもものでも有料料と無料ってあるんですよねあとは情報の幅ですよねあ無料のものがあるなんて知りませんでしたっていう風な情報の幅がある人とない人がいたり同じもので有料と無料のものがあるんだけどもあえて有料のものを買うとかねあえて無料のものにトライしてみるとかね様々じゃないですかねだって同じような尾道ラーメンでも 980円のところもあれば680円のところもあってそれぞれどっちにもファンがいるんですよねであっちこっち行ってこっち行って決めるその選択肢はこれからも生まれていくんじゃないかなとまあ無料のものがあったって素通りして有料のものを手にしたいっていうんだったらそれでいいんじゃないかなと思いますよねうんでどう満足するか納得するかはその人の問題ですもんねじゃあ行ってみましょうか